さあ平子さん、ジョムトーン登場ですね。ここも楽しみですよね、負けなしの空手家対、はい、ムエタイの伝説。ノエルバタキン、先ほどと同じく佐藤さん、空手対ムエタイという構図になりました。そうで、今回はフルコンタクト空手と、ムエタイ、そうですね、総選挙を和島ひろみチャンピオンが見せます。この試合、代打で森田選手に変わったじゃないですか、はい、でもこれ代打で森田選手に変わったら変わったで、この森田という選手、はい、むちゃくちゃ強いなと思いますよ。キックの引き出しが素晴らしいですよね、はいはい、だからもう伝説のジョムトーン、もうひょっとしたらっては 思わせる ありますか、はい、期待がありますね。これムエタイ選手って三日月の軌道ってどうなんですかね、はい、そうですね、やっぱりムエタイのミドルって腕を蹴ることが結構多いので、あえてボディに直接来る軌道って読みづらいと思うんですよ。だから入ると思いますよ最初は、もうすぐ学習しちゃう。さあムエタイの伝説か、空手の雄森田か。森田直樹がジョムトーンに向かいます。重いキック、ムエタイの生きる伝説、254戦目を迎えました。左の回し蹴り、後ろ回し蹴りが得意という森田です。左ミドル、まあ、ここは何か佐藤さん、キック対決ですよね。そうですね。おっと、少しバランスを崩したジョブトーン。スーパーウェルター、ウェルタースーパーライト、逆から3階級制覇を宣言しているジョブトーン、ストライカージム。ジョムトーンの波がやってくる。お互いの蹴りの質が全然違うんですよ。違いますか。見ててめっちゃ面白いですね。空手の蹴りとムエタイの蹴りなんですよね、まあ、両者違って、そして頼もしいというキックですね。去年の6月にクラッシュに参戦したのが森田直樹、29歳。クラッシュ参戦後4戦全勝という森田です。そしてここ3戦は全てノックアウト勝利を収めている勢いのある森田。打撃ではボクシングでも結果を残してきているジョムトーン、ストライカージム。左のハイ、インローを狙うのは森田。左のハイ、ジョムトーンです。重さがあります。切れ味ある森田のキック、ジョムトーンの左ミドル、ヘッドショット、ダウン森田。ジョムトーンの左でした。第1ラウンド始まって1分30秒ほど、左でやってきましたジョムトーン。さあ森田のスタミナはどうか。ジョムトーンが来る、左ハイ、今度左ストレート、左ジョムトーンの左が佐藤さん見えているかどうかですね。森田、そうですね、ちょっと見えてないですね、あまり。もう右をもらった、まだあと1分あります。ジョムトーンが前に来ます。このプレッシャー、平子さん、森田は耐えたいですね。左、いや、そうですね、くらついた、この右、足に来ています。両打撃をもらった、耐えたい森田。まだ40秒以上あります。ここは佐藤さん、ジョムトーンは仕留めに来てますね。仕留めに来てますね。回し蹴りで応戦します。でもこの前線、その30秒もう向きになって倒しにはいってないですからね、余計森田としてはやりづらいですよ。表情変わりませんね、ジョムトーン。次は左に刺す、ジョムトーン、タブルダウン。さあ立ち上がれるか。これも左をもらったでしょうか、森田直樹。まだこの K1 グループ参戦は敗れていないという森田ですが、ここで第1ラウンド終了のゴングです。いや、佐藤さん、ジョムトーン倒した後も非常に冷静、全く表情変わりませんね。全く変わらないです。もうコンピューターみたいなマシーンですね、はい、冷酷さを感じますね。いや、このジョムトーンの迫力、改めて平子さん、いかがでしょうか。いや、本当に無表情で淡々と歩を進めてくる感じ、怖いですよね。森田選手、まだやりたいことをね、まだ出してないでしょうから、はいはい、見たいですね。ムエタイ最強中の最強と呼ばれるジョムトーン、ストライカージムに対して森田、第2ラウンド反撃になるでしょうか。この左がね、佐藤さん、森田回避できるかどうかですね、第2ラウンド。
そうですね。でもこれ左を回避してもジョン・ムトンは違う技出してきますから、そうなんですね、結構きついですよ。この高き壁を森田乗り越えていかなければいけません。さあジョムトーン、K1 デビューから2連勝へ向けて、前回の対戦ではあのアビラルをハイキックでノックアウト、ダウンを奪い取りました。ジョムトーン左、いやそれぞ、来た。ジョムトーン選手がかなり、これも左、当たった左、なんとか立っている森田、止められました、止めた。ジョムトーンストライカー、ジム、やはり第2戦目も本物でした。ムエタイの生きる伝説、 K1 デビュー続けてノックアウト勝利。いや、平野さん、前回はアビラに対して左のハイキックでした。今日は打撃でしたね。そうですね、森田選手やりたいことをやる前にという形になってしまいましたね。そうですね、森田得意の回し蹴りが出る前にジョムトーンが打撃で仕留め切りました。今のラウンドね、森田選手蹴りを出していこうという意思がね、はい、セコンドからも声が出てたんですけども、そうするとやっぱり狙いすましたパンチがね伸びてきてしまうっていう、まあ、その蹴りに対する対策もジョムトーンはしっかりできていると見ていいですね。正真正銘、強さはまさに本物です。ジョムトーンストライカージム、254戦目も勝利で飾ってみせました。故郷大阪の地で戦況を見据えたチャンピオンの輪島ひろみです。いや、来年平子さん見られますかね、ジョムトーン対輪島ひろみ。ここも楽しみですね。どの階級も本当に分厚さが増してきましたね。そうですね、これからもうどうなっちゃっていくのか。いや、今輪島の心境はどう押し量りますか、平子さん。どう見たんですかね、今まだねそれほどなんか混戦具合のジョムトーンも、ね、落ち着いた状況で試合を制してましたから、はい、ここからさらに引き出しは多いはずですから、まだ強さの一部しか見ていないという状況ですか ね、 ね、そうした形でしょうね、確かにこのジョムトーンストライカージムの強さを、呼吸も一切乱れずに、そうですね、表情も全く変わりません、さあ佐藤さん、スーパーウェルター級トップ戦線ですが、佐藤さんはどう予想されますか。そうですね、もうあのぜひあの輪島選手との試合を見たいですね。見たいですね。アンダー70キロの世界です。さあジョムトーンのマイクです。สวัสดีครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับฝากติดตามนะครับจอมทองสไตล์ก็ยิ้มนะครับครั้งที่2ครับผมหายใจได้2ครั้งเองก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคนนะครับที่มาให้จอมทองสไตล์ก็ยิ้มนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้าได้ชิงแชมป์ก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับผมฝากถึงแชมป์ด้วยนะครับอย่าหนีครับอย่าหนีเรามาสู้กันครับผมอยากเจอคนเก่งครับครับผมสวัสดีครับอาริโตโกเซมาสこんばんは、ありがとうございます。今日2回目の参戦になりましたが、応援してくださった皆様ありがとうございました。次回はぜひタイトルに挑戦したいと思います。強い選手とやりたいです。ありがとうございました。チャンピオンの輪島に向けて宣戦布告というジョムトーンストライカージムの前でした。さあ逆3階級制覇なるか、ムエタイの生きる伝説ジョムトーンストライカージム、この K1 第2戦もノックアウト勝利を飾っています。